ちょっと待って。社長から呼び止められたので、俺は立ち止まり振り向く。はい？今から仕事を振られたらたまったもんじゃない。俺は内心気が気ではなかったが、社長はとんでもないことを言い出した。恋人のふりをしてもらえないかしら。え？どういうことでしょう？俺は何を言われているのか理解できなかった。百歩譲って恋人になってくれならともかく、ふりとはどういうことだ？俺がこの小さいデザイン会社に入ってからもう5年になる。同僚たちはみんなデザイン関係の仕事をずっと目指してきた人間ばかりだが、実は俺は違う。俺は就活している時、何十社も採用試験を受けたのだが、偶然この会社に拾われたのだ。言ってしまえば第一志望ではないから、デザインにはそこまで詳しくないし、ぶっちゃけ向いてないとも思っている。ただ、職場の雰囲気も悪くないし、何かどうしてもやりたいことが別にあるわけでもない。だから俺はこれから先もずっとこの会社で働いていくんだろう。そう思っていた俺の人生は、ある日を境に予想外の方向へと向かってしまうのだった。発端は金曜の夜だ。この日は同僚たちとの飲み会だったが、俺は行く途中、週末に確認しておこうと思った書類をうっかり忘れてきたことに気づいた。俺は大慌てで会社に戻ったが、なんと事務所はまだ明るい。誰かいるのかな？中にいたのは社長だ。30にもならないうちにこの会社を設立した女性で、なかなかの辣腕の持ち主である。ただ、綺麗な人ではあるのだが、とにかく仕事に対してストイックなため近寄りにくい。今日の飲み会にも誘っていたが、未だかつて来てくれたことはなかった。あ、ご苦労様です。俺が話しかけると、社長はようやく俺の存在に気づいたようで顔を向けてきた。普通もっと早く気づきそうなものだが、表情は暗いからお疲れなのだろう。大丈夫ですか？早くお帰りになられた方が。俺は角が立たない程度に提案してみる。さすがに飲み会で気分転換というわけにはいかないだろうし。そうね、ありがとう。社長は俺に感謝の言葉を送ってくれたが、席を立とうとはしない。部下がいたら休まる者も休まらないだろうから、俺は早々に立ち去ろうとする。それじゃあ失礼します。だから俺はお目当ての書類をカバンに放り込むと、足早に出口へと向かった。しかしその時だ。ちょっと待って。社長から呼び止められたので、俺は立ち止まり振り向く。はい？今から仕事を振られたらたまったもんじゃない。俺は内心気が気ではなかったが、社長はとんでもないことを言い出した。恋人のふりをしてもらえないかしら。どういうことでしょう？俺は何を言われているのか理解できなかった。百歩譲って恋人になってくれならともかく、ふりとはどういうことだ？ごめんなさい。まだ理由は言えないの。だけど、3日間だけでいいから。俺は完全なパニック状態に陥っていたが、社長は構わず続ける。あなたに絶対迷惑はかけない。お願いします。そしてとうとう、俺に深々と頭まで下げた。こんな社長は
今まで見たことがない。加えて社長は冗談で人をからかったりするような人間でもない。腑に落ちない状況ではあったが、断る理由もなかった。なんだかんだ社長にはお世話になっているから、頼みを断るのもなんだか違う気がした。わかりました、お受けします。ありがとう。俺の承諾を受けた社長は顔を上げた。この件は他言無用ね。ちゃんとお礼はさせてもらうから。そして心底安心した様子で俺に近づくと念を押す。さらに明日ここへと住所の書かれたメモも手渡してきた。はあ。社長の恋人のふり。どうにも意味のわからない俺はひとまずメモを受け取り、オフィスを後にした。その後遅れて飲み会に合流したはいいものの、あんなことがあったので俺はとても楽しむような気持ちにはならなかった。翌日、指定された住所に赴いた俺は大きな屋敷にたどり着く。参ったな、これは。嫌な予感がしたが、予想通り中から社長が現れる。ただ今日はラフな私服姿だ。助かるわ、本当にありがとう。いえいえ、とんでもないです。挨拶を交わした俺はそのまま社長についていく。ここではサキって呼んでね。急に言われましても。社長の下の名前は知っていたが、当然呼んだことはない。それを呼べと言われたものだから俺は困惑する。しかし引き受けた以上はちゃんとやらねばならない。わかりました。私の誕生日は8月の11日、年齢は33歳、付き合い始めたのは2ヶ月前。俺が了承すると、社長は次の情報を伝えてくる。どれでも交際していれば普通は知っているような情報だ。正直、全部覚える自信はなかったが、俺はこれも仕事だと割り切って努力はしてみることにした。やがて俺はこの屋敷が一体何なのか察する。ここは他でもない社長のご実家なのだ。悲しいかな、女性との交際経験なんてないから、実家での挨拶もこれが初めて。一体どんな気持ちで臨めばいいのやら、分かったものではない。俺は極度に緊張し、汗びっしょりになってしまっていた。そんな俺などお構いなしの様子で、社長は俺の腕を掴んで家の中へ。そして両親と対面した俺は対面を果たすが、緊張のせいでほとんど何も覚えていない。俺にできたのはひたすら相槌を打つことだけ。ただ厳しそうなお父様と優しそうなお母様だったことは覚えている。それから数時間後、なんとかボロを出さずに済んだ俺はようやく屋敷を出た。どうやら社長のご両親は社長が一日でも早く結婚することを望んでいるらしい。俺が歓迎されたのはそれゆえのことだったようだが、一つ疑問が残る。とりあえず今日はしのげたとしても、今後はどうするのだろうか。本当に助かったわ、今日はありがとう。この後一体どうするつもりなんですか。いつまでも嘘はつけないですよ。かなり突っ込んだ発言だったが、社長は怒らなかった。ごめんなさい、本当のお願いは実は今日じゃなくて。え？驚くべきことに、明日
もう一つ同行しなければならないという。むしろ今日ではなく明日こそが本番らしいのだ。今度は一体何をすることになるのか。今日も寿命が相当縮んだのに、勘弁してほしい気持ちが勝る。心底疲れ切っていたにもかかわらず、その日はほとんど眠れなかった。次の日、俺は社長と共に駅近くの私立病院を訪れていた。今度は病院？昨日以上に困惑する中、俺たちは一つの病室に案内された。そこに寝ていたのは小柄な老婆。しかし社長の顔を見ると嬉しそうに笑って状態を起こした。おばあちゃんなの。社長は俺に説明した後、祖母に向き直った。おばあちゃん、実は今付き合っている人がいるの。紹介したいと思って。祖母に語りかける社長は、社内やご両親の前とはまた違う印象を受ける。柔らかで優しく、配慮に満ちたものだ。こっちへ。社長に手招きされた俺は、ベッドのすぐ近くまで歩いていく。素敵なお方ですこと。俺が挨拶すると、社長の祖母はにっこりと微笑んでくれた。会わせてくれてありがとうね。続けてこうも言ってくれる。俺は昨日、社長のご両親と話し終わった時と同じ安堵感を覚えた。言ってしまえば騙しているわけだから、複雑な感情を抱いてはいたが、社長と祖母の楽しげな会話を邪魔するのも無粋だと思い、今日もひたすら相槌を打つしかなかった。俺たちは1時間ほど病院で過ごした。その帰り道で社長はようやく真実を口にする。あの人は私のおばあちゃんなの。忙しい両親に代わって、小さい頃の私を誰よりも可愛がってくれた。そうだったんですね。おばあちゃん、どんな人と結婚するんだろうねって、いつも楽しみにしていて。社長の言葉には、苦々しいものが見え隠れしていた。子供の頃、私は大人になったら必ず結婚できると思ってた。だから、おばあちゃんの願いもすぐに叶えてあげると勘違いしてた。だけど、いざ大人になってみたら、恋愛より仕事の方が楽しかったと社長は続ける。だからいい年こいてこのありさまなのだとも。失礼な話だけど、いつか相手が見つかるでしょうと思ってた。バカな考えよ。社長は後悔たっぷりの口調で言うが、確かに恋愛とは無縁の人間にしか見えない。少なくとも社内で働く様子からはそのようにしか見えなかった。だけどもうおばあちゃんは長くないって。社長が言うには、前々から祖母は病気を患っていたそうだ。しかし先週救急車で運ばれた後、もう長くはないと告げられたという。だからおばあちゃんが元気なうちにちゃんと報告しておきたかったの。むちゃくちゃなお願いだし、嫌な思いをさせたわよね。そこまで言ってから社長は改めて俺に謝罪した。ここに至って社長が何をしたかったのかをようやく理解した。ただ俺の心にはやはり引っかかるものがあった。気を悪くされたら申し訳ないんですが、俺はまずそう前置きする。社長は本当にいいんですか？え？かなり踏み込んだ発言をしている自覚はあるが、
俺は社長に後悔してほしくなかった。だからしっかりと言うべきことを伝える。おばあちゃんが会いたがっていた人は社長が結婚したいと思った人でしょう。確かにああいうことをすれば一時的には安心できるかもしれません。だけどいつか本当に結婚したい人が現れた時、おばあちゃんを騙したことを後悔したりはしませんか？社長は驚いた顔をしているが、俺は続ける。今はまだ相手がいないのなら、社長の本心をしっかりと伝えた方が、もしかするとおばあちゃんは喜んでくれるんじゃないでしょうか。ここまで踏み込んだ発言をしたのは、今の会社に入ってから初めてだ。当然、社長に対してのここまで突っ込んだ発言も経験がない。しかし、まずかっただろうか。恐る恐る反応を伺った俺は、社長が泣いているのに気づく。そんなつもりなんて毛頭なかったから、俺は焦ってしまう。そうよね。私、大事なことを忘れてた。そうよね。おばあちゃんに嘘なんてつくべきじゃない。初めて見る社長の笑顔で、俺は少しだけときめいたが、すぐに雑念を振り払う。俺は年下の平凡な平社員で、向こうは社長。勘違いするべきではない。おや、どうしたんだい？俺と一緒に病室に戻ってきた社長を見て、社長の祖母は、忘れ物かい？と問う。社長はそれに対して、否定の意味を込めて首を横に振った。本当のことを言わなきゃいけないの。本当のこと？この人はね、私の恋人じゃない。私の会社の社員よ。おばあちゃんに安心してほしくて、恋人ってことにしてもらったの。俺はそわそわしながら社長の祖母の反応を伺う。ただ社長の祖母は怒鳴ったり泣いたりしない。その様子から多分おばあちゃんは気づいているんだなぁと察する。だけどあえて責めないのは親族という勝手知ったる間柄だろうか。言ってくれてありがとうね。社長の祖母が謝罪を受け入れたから、俺は一件落着だと思う。さすがにこれで終わりだろう。しかし、終わらなかったのである。だけどね、おばあちゃん。彼と一緒にいるうちに気持ちが変わったの。彼、無茶なお願いをしたのに、どこまでも付き合ってくれたんだもの。本当のことを言おうと思ったのも、彼が言ってくれたから。社長はそう言い出したかと思うと、この人みたいな人なら結婚して一緒にいたいと思うと続ける。俺の頭は真っ白になった。先日オフィスで恋人のふりをしてくれと言われた時よりも大きな衝撃。どういうことですか？いいんじゃない？俺は思考が全く追いつかないが、社長の祖母は満面の笑み。あなたがそう思うなら、しっかり考えて一緒になりなさいな。そうね、そうするつもり。社長と社長の祖母は、俺のことなど全く気にせず笑い合う。一方俺は、呆然と立ちすくむことしかできなかった。もうどういうことなのか全くわからないが、社長たちが幸せそうだから、まあいいのだろう。それから一年後、社長は俺を映画や食事に積極的に誘い、俺と社長はフリではなく本当の恋人となった。社長のおばあちゃんの病状も奇跡的に安定し、今もなお健在。
まだまだ俺は未熟者。でも必ずおばあちゃんに社長の花嫁姿を見せてやると誓っている。社長本人にはまだ話していないが、俺はそう思いながら日々を送っている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。